それでは参りましょう。一時の頭、このコーナー、笑うもんか。スキルを鍛えるコーナーです。面白い話もしくはモノマネなどあらゆる方法を駆使して相手を笑わせることができたら勝ち。今日笑わせる人は私、砕かまり笑いをこらえるのは凛太郎さんです。はい、笛を加えますので吹いたらすぐ分かります。あのね、今日の話は、うん、笑うか引くかのどっちか。ほんと OK。 じゃあいいですか。まあ、ビギンのマサルニーに、うんのお友達の話なんですけど、学生の頃にみんなで遠足に行ったみたい、うん、したらほら遠足っておやつの他にもお弁当とかってみんな持っていくでしょ、うん、水筒と、うん、でみんなでお弁当食べてもらったおやつがメインなの。おやつの他にお弁当とじゃあ遠足っておやつ一番楽しみじゃない。まあね、まあね、だから黙ってもらっちゃうお弁当代わりに、なんて？お弁当の代わりに鶏を持っている友達がいて、生きた鶏を、で砂浜で締めて、ああ、ちっちゃい釜とか持ってて、それでお昼ご飯にしたんだって。すごくない？すごい。先生はめっちゃ引いてるけど。友達マサルにも一緒に食べたって、うん、その当時この卵を産まなくなった古くなった老犬はね、うん、1匹50円で売ってたって1羽か、うん、それだから50円だから安いから今日のお弁当って言って生きた鶏を遠足に連れてきて。マジで？マジ。マサルさんってだからさ全然そんな感じするよ。全然なかった。マジで？マジで。びっくりしたって。石垣島だよね。石垣。なえ、高校の時だった？いや中学校って言ってたかな。中学？すごくない？すごい。ニワトリも締めたんだよそこで。でさばき方がおはらぶでしょ？うん。なんだったらお家で下ごしらえしてきてもよかったよね。焼くだけにしてね。うん、鶏を連れてきたなんで鶏って言ったら、え、今日の弁当みたいな。あ、でも分かった、僕なんでお家でさばいてこなかったか分かった、うん、傷まないのにじゃない絶対そうだ、新鮮なお家で新鮮なお家からだと思う。怖いよ、すごい , 笑って引いた両方、正解